どうもこんにちは、ドンコメです。本日2本目の動画になります。昨日は本当ネタが急にいっぱい出てきたんですよね。話題がちょっと多すぎてパパッとやっておかないと。じゃあまずはですね、500系の話ですね。500系新幹線の話です。昨日 JR 西日本が社長会見やっていたんですけれど、まあいろいろ営業の状況とか、まあ、神戸大阪150周年の話とかやってたんですけど、まあ、その中でも注目されたのが山陽新幹線の安全性、快適性の向上という項目でした。まあ、この中で N700S を4編成追加投入すると書かれていまして、2024年度から2026年度にかけて重力量編成4編成を投入するようです。まあ、それにスライドしてだと思うんですけれど、N700 系の、無印の方ですね。無印っていうか A か。S じゃない方の N700 系について、16両から8両編成の単編成化工事を、こちらも4編成行うようです。まあ、これに伴いまして、500系新幹線6編成今あるらしいんですけれど、4編成が2026年度末までに用途廃止と書かれています。まあ、これが、そうですね、500系8両編成を N700A の8両編成に置き換えるということかと思います。ただ、多分2年かかってることからもわかる通り、単純に短くするだけで済まない改造だと思うんですよね。というのも、N700 の16両編成って、先頭車がモーター積んでないんですよ。で、8両編成の新幹線は、全部の車両にモーターを積まないと、山陽新幹線の300キロに対応できないはずなので、おそらく先頭車もモーター搭載にする、改造することになると思います。なので、2年間かけて4編成、時間かけてやることになるんじゃないかと思います。まあ、ちなみに500系新幹線は、8両編成でも16両編成の時代からずっと全車、モーター車だったので、8両編成化がやりやすかったんですよね。単純に中間の車両を抜けば8両編成になるので、16両から8両編成に。そういった事情もあって、0系100系の短い編成を置き換えるのも、にも都合良かったですし、300系新幹線が逆に8両編成にされなかった理由でもあるんですよね。あれ、300系新幹線に関してはもっとモーター数が少なかったので、確か 12M4T だったかな。8両にすると相当モーター数が少なくなっちゃうので、改造がちょっと手間だったんですよね。そういう意味で、8両編成の短い列車については500系を使うように揃えたんだと思います。そのおかげで500系は長く活躍していたんですけれども、いよいよ廃車がさらに進んでいくんじゃないかと思います。ただ2026年度以降についても2編成は残るっぽいので、まあ、完全な引退というわけではないようです。ちょっと意味深なプレスリリースだったので注目されたんだと思います。じゃあ続いて車両関係の話なんですけれど、JR 四国がハイブリッド式ローカル車両の導入についてというプレスリリースを出しました。当社としては新方式となるハイブリッド式を採用し、安全性、信頼性のさらなる向上と静かで快適な乗り心地を提供します。エンジンで発電した電力とブレーキ時等に蓄電池に貯めた電力を組み合わせ、モーターを回転させて走行します。加えて、駅停車時はアイドリングストップすることで燃費を向上させ、CO2 削減を図ります。と書いてあります。そして、外観のイメージも掲載されていたんですけれど、3ドアの車両になっております。置き換えの対象となるのが、おそらくキハ40系車両だと思うんですけれど、あちらが、まあ、2ドアの車両で、
JR 四国の、まあ、ローカル普通列車っていうと結構、まあ、キハ40とかキハ54か、うん、なんだっけな、まあ、2ドアの車両が多かったので3ドアの車両を入れるということやはり本あ利用者が多いからこそ利用者が多いからこそ3ドアの車両を導入するんだと思います。特に2両編成なので1両単位じゃないっていうのもなかなかポイントだと思いますね。あ、最近流行りの蓄電池を活用した、そうですね、車両概要の方にも2両1編成って書いてあります。運転に専念して動力自体はあくまでもモーター、蓄電池または発電機から発電された電気を使ってモーターで車両を動かすという事実上電車みたいな構造の車両になっております。一番近い車両はおそらく JR 九州の YC1系 気動車じゃないかと思います。なんかテールライトがすげー目立つやつあれもディーゼルのエンジンで発電して蓄電池に貯めながらその電力でモーターを回して走るという方式の車両です。最近の新型車両は結構この方式が多くなってきましたね。ローカル線でも架線を張らなくても電車として運用できるんで操作がほとんど電車と同じになるので免許の取り扱い的にも都合がいいんだと思います、まあ、というわけで JR 四国でも新しいローカル車両が入るというニュースでした。でもう一つおまけでちょっと目に入った記事があったので紹介します。岡山県真庭市ですね、 JR 西日本株取得へ1億円という記事がありました。株主として路線維持を要求。岡山県真庭市は14日、利用者が低迷する JR 紀新線の維持に向け、JR 西日本株を取得すると発表し、購入経費1億円を2024年度当初予算案に計上しました。株主として地域の足確保を強く求める考え。太田昇市長は JR 西日本に対し、地域鉄道の維持をちゃんとやってほしいと訴えました。今後証券会社などの意見を聞いて取得時期や購入回数を決める方針です。補正予算で金額を増やす可能性もある。株の配当は鉄道利用促進策に充て市民の利用増につなげるとのことです。いやー、最近京葉線の話でお金出しましょうお金出しましょうって散々言ってたんで、こういう風に自治体がしっかりとお金を出して、しかも株ですから、本当にしっかりとお金を出して、権利を主張できるようにしているので、本当に素晴らしいと思います。紀新線は確かに、東西でちょっと本数が結構差があるんですよね。岡山県の真庭市は、まあ、JR で言うと、久世駅のあたりですね。で、新見と津山の間を結ぶ紀新線っていうのがあるんですけれど、この区間は特に本数が少ない区間で、そうですね、ちょうど久世駅の隣の中国勝山という駅で、まあ、運転系統が分断されてまして、中国勝山から新見間に関しては特に本数が少ないですね。こちらの区間は8往復ですね。1日8往復のみの運転となっております。一方、津山から中国勝山の区間はもう少し本数が多くて、1日12往復運転されています。そうですね。まあ、新見の方は岡山から特急が走ってて、比較的アクセスはいいんですけれど、そちらの方が本数少ないんですよね。津山の方は、まあ、津山線という、こちらも岡山につながる列車があるんですけれど、こちらは、まあ、ディーゼル路線で、しかも特急がなくて、
あ、快速列車があるんですけれど、それは結構早いんですが、まあ、やはり新見の電車が走ってる伯備線の方から回った方がちょっと早いのかもしれないですね。地図を見ると結構西側の方が山がちなので、利用者がもしかしたら少ないのかも。とは言っても実際のスピード的にはこちら回りはいいのかな。まあ、多分真庭市の市長にとっても思うところがあったのだと思います。まあ、だからこそちゃんとお金を払ってJR に対して意見を言いたいと考えたのかもしれませんね。かなり注目の動きだと思います。はい、今日はこんな感じですかね。本日2本目の動画でした。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。